日本北海道札幌市厚別区厚別町、山本厚別町山本は札幌市厚別区の地名。道区内の北西端に位置し、江別市に隣接する。西の厚別川と東ののっぽろ川に挟まれた海抜10メートル以下の低地である。かつては厚別玄野と呼ばれた冷炭地で1年間に何度も水害に見舞われる濃厚不適地だった。 特に1898年には、冷炭層が浮上したせいで水田が持ち上がり、隣の水田の上に重なってしまったという逸話が残っている。1908年、小樽の山本九右衛門が一帯の土地の払い下げを受け、翌1909年に山本農場を開設して、開港に着手した。その後を継いだ息子の山本厚蔵は、 道路2400メートル、排水路137500メートルを改作し、水田約236ヘクタール、畑約38ヘクタールの開墾を成し遂げた。1934年4月、それまで本田と称していた地域の名称が山本厚志さんの姓にちなんで山本と改められた。百四十四年、終戦後の農地改革に先駆けて、 すべての土地が小作人に解放される。開発50年目に当たる1958年には住民たちの寄付によって社恩の日が山本稲荷神社の境内に建てられた。ただしその後の市街地下によって山本稲荷神社の所在地は厚別西に区分されている。ありがとうございます。